粒揃い。さあダービーを目指してここから出走権を得るのはどの馬でしょうか。第23回テレビ東京杯青馬賞ファンファーレが鳴りました。スタート地点には野沢アナウンサーが行っています。野沢さん、はい、どうしても目が行ってしまうのが11番のメートルダール、それから12番のブロディガルさん、こちらの発刊ですね。ただそんな中ですが、3番のロスカボスがですね、回収馬から非常に体を大きく見せながら、はい、ゆったりと雄大と歩いているのが非常に目に行きました。そうです、はい、メートルダール、プロディガルさんといったところはちょっと汗が目立つということですが、今日は日差しは強い、風も強い東京競馬場、各馬の枠入り偶数番が向かっていきます。プロディガルさんが向かうところです。うちではフレンドミラクルも入りました。順調です。レッドエルディスト、王冠桜賞の勝ち馬はこのレース好相性です。そして最後は13番ルメール騎手のレーバテイン、これが収まって今年は13頭立てのテレビ東京杯青馬賞ゲートイン完了。スタートしました。ちょっとばらついた感じのスタート。まず何が上がっていくか、真ん中からマイネルハニーがやはり行きます。そしてノーブルマーズの出方はどうか、これちょっとあまりスタートが良くなかったので追っつけて今2番手にようやく上がっていったところ、どうやら前の折り合いがつきそうです。3番手は1番のラウンド、ラブ&ポップが続いていって、まず正面のスタンド前です。1コーナーのカーブを回っていきます。各馬が日差しを受けながらやや縦長になろうとしています。1、2コーナーの中間に向かっていくところ、11番のメートルダールは中段よりやや後ろにつけました。まずマイネルハニーの逃げ、そして10番のノーブルマーズが2番手、3番手は1番ラブ&ポップ、外に12番プロディガルさん、早めに行っています。2コーナーから向こう上面、先頭から最後方までが15馬身ぐらい、もうちょっとあるでしょうか、20馬身ぐらいです。さあ先頭に立ったのはマイネルハニーで向こう上面に入りました。そして2番手はノーブルマーズです。その後の3番手、外ちょっとプロディガルさん行きたがっているか、内1番のラブ&ポップ並んでいます。その後やや切れました。間を通って6番のバンキッシュランが行って、そのうちには8番のタンサンドール、それから3番のロスカボスが続いています。中段です。また切れて13番レイバテインは中段より後ろ、4番のレッドエルディスト、これを見ながら外には9番のアルカサルの追走、そしてうちに11番のメートルダール、この位置、それから2番のフレンドミラクが続いて、外に5番のドンチャンプ、3コーナーのカーブを回っていきます。まだ縦長、かなり縦長です。マイネルハニー、ノーブルマーズ、その後の3番手、今800を通過したところ、ここまで1分36秒ぐらいですから、まず12-12のペースはキープしています。その後の3番手は1番のラブ&ポップとプロディガルさんの2頭が並んでいます。その後もまだちょっと切れている5番手以下、6番のバンキシランが今5番手を追走、4コーナーのカーブ直線コースに向いてきました。メートルダール、レーバテインというところはまだ後方、長い直線で足を伸ばそうとしている。残り 400m、 前の2頭がまだ先頭を引っ張っています。マイネルハニーはちょっといっぱいになったが、ノーブルバーズが先頭に変わる。外から一気に6番のバンキシランが突っ込んできて、これは今度は先頭だ。そして間、プロディガルさんは苦しい。外から追い込んできたのは4番のレッドエルディストが外から一気に突っ込んできた。これが2番手から先頭を追っている。先頭はバンキシュラン、外からレッドエルディスト、バンキシュランが押し切った一着がゴール。2着4番のレッドエルディスト、2分24秒に、ゴールまでの800は47秒7、